かけ DIY ともします。今契約している SIM がこれだけありまして、まず楽天モバイルで、こちらが IIJ ミオで、これが OCN モバイル1 で日本通信 SIM のシンプル290で、こちらは au 系列のポボ。今回はこちらの SIM たちの解説をしてみたいと思います。こちらは全部格安で使用できる回線で、自分に合った回線の参考になればと思います。楽天モバイルは自社回線ですが、その他の SIM は MVNO と呼ばれる仮想移動体通信事業者、通信回線を借りてサービスを提供している通信業者となります。 IIJ ミオと日本通信と OCN はドコモ回線、ポポは au となっています。ソフトバンクも Y モバイルとか LINEMO とかありまして、 Y モバイルは自社ブランドで、 LINEMO に関しては MVNO となります。理解している上で高額なプランを契約している方はまあ全然問題ないのですが、ほぼ理解しないで契約しているお年寄りの方とかも結構多くて、うちの親も高額な楽楽本から楽天モバイルに切り替えたら大変喜んでいるので、もしよろしければご参考になればと思います。現在契約しているプランを紹介しますが、まず楽天モバイルはデータ使用 3GB なら1078円、 20GB を超えると最大で3278円、通話料は無料でかけ放題です。これだけ見ると最強ですが、アンテナが少ないので家の中で電波が弱かったり会社で入らないとか、そんなことが多々あるので、その辺がクリアできれば超おすすめ。安いけど信頼性の方はねあまりないといった感じでも、もうすぐプラチナバンドもつながるので、まあその辺に関してはね結構ね期待の方が大きいと思います。次に IIJ ミオ、今契約しているものでは一番長く契約していて、10年前はフォーマット2枚差しで使用していたので大変ね重宝していました。イヤープラに代わって料金は 2GB 音声 SIM 付きで820円なので、まあ料金の方は安いですが、通話の方は30秒で11円、かけ放題プランは500円からあります。回線はドコモなので信頼性は高くて、 2GB だと家には Wi-Fi 環境は必要となりますが、出先でのネット閲覧や SNS、 フリマアプリとかゲームなどには使用可能ですが、毎日使うとなくなります。週1とか2日程度出先で使用する方には向いていると思います。通話は課金されるので LINE 通話とか受け専用、キャンペーンとかが多くてスマホ1円とか500円で買えたり、契約手数料が安くなったりするので、その辺を使うとお得に契約できると思います。次に OCN モバイル1、最近新規受付を終了してしまってドコモの新プランでいるもとねなってしまいました。 0.5GB 550円で10分の無料通話がついている紙プランでしたが、イルモでは 0.5GB 550円で通話は30秒22円となっています。 3GB で2167円するので、はっきり言って高いので、まあ契約するなら550円のプランとなります。メリットはドコモ回線ということと、ドコモショップでの契約が可能ということとなります。まあいわゆる契約がさっぱりわからない方でもショップに行けば対応してもらえるのでいいと思います。で次はポポとなりまして、0円 SIM、 回線は au なので信頼性はあります。契約料も0円で SIM の発送も無料ですのですごいです。通信も超遅いですが 128kbps での通信は可能となります。まあこの速度に関してはネット閲覧は正直厳しくて、メール受信とか LINE くらいならね使用は可能で、他はトッピングといって好きな契約をできるので、24時間使い放題で330円とか、 1GB 追加で390円、 3GB で990円、サブで契約する SIM にはいいと思っていますが、6ヶ月間有料トッピングを使用しないと自動で契約が解除されます。で最後に日本通信の SIM で合理的シンプル290、初期手数料が3300円かかりますが、回線はドコモ回線で基本料金290円でデータ量は 1GB、 通話料は30秒11円、通信に関しては 1GB 増えるごとに220円の追加となりまして、 3GB 使っても730円、70分の無料通話を契約しても 1GB 込みの290円と通話定額700円で990円、電話とメールと LINE 程度ならこれで十分です。楽天モバイルの方が圧倒的に安いですが、290円で運用できるのは最強です。ドコモ回線の信頼性と通話音質の良さは断然上なので、こちらのプランの方が合っている方も多いと思います。以上5つの SIM を比較してみましたが、同じ契約で比較できるものではないので、やはり自分に合ったプランを検討する必要性はねあるかと思います。ではこの SIM でねスマホを使用したいと思いますが、まず最近のね SIM フリースマホであれば大抵はね使用することが可能です。でも楽天モバイルに関しては比較的新しいので、バンド3に対応していないと使えないスマホはあります。ちなみにこちら歴代の楽々本となりまして、
このスマホは SIM フリースマホで、シャーミのレドミーノートと Google ピクセル。このスマホであれば、どの SIM でも使うことができます。こちらはスマホになった楽々本で、これは au のベーショ。これはガラケーの楽々本で、3G のフォーマです。こちらはソフトバンクと au のガラホです。まあガラホとは通称ですが、中身はスマホと同じ Android OS ですが、外観はガラケーと同じような感じの端末です。この辺の楽々本スマホなどを使っている方で結構多いと思うのですが、高いプランを契約している方も結構多いと思っていて、ネットはほぼ使用していないのに 5GB 契約で料金は6000円、あるいは 20GB 契約で9000円とか、プラスね、使ってないオプションとかで、セキュリティサービスや留守番電話とか、遠隔サポートとか、携帯保証とか、本人が分かってないサービスなんかもね、あったりして、合計1万円とか、プランの見直し方が分からなくて、意味なく高額な料金を払っている方は今でも多くいると思うので、そういう方に関しては本当にもったいなくて、では今からね、ちょっと使ってみたいと思いますが、まずこちら、楽天モバイル。ここにある機種だと、この2つの端末以外は使用できなくて、このベーショーは SIM フリーになっていますが、バンド3には対応していないので使えません。次にこちら、ポポですが、まずこちらのガラケーは全部使えません。この辺は SIM ロック解除できるので使うことは可能ですが、 au バンド全てには対応していないと思われるので、一部使用できなかったり、つながりが悪くなる可能性はあると思います。こちらベーショー2に関しては au 端末なので使います。こちらはソフトバンクのガラホで 807SH。 こんな感じで APN 設定ができればおそらくは使えますが、これも全ての au バンドに対応しているとは限らないので使えない可能性もあります。楽天とかポポに関してはやはりスマホで使うのが理想だと思います。次にこちらで IIJ ミオと日本通信と OCN。 これはどれもドコモ回線なので 3G のガラケーも 3G のスマホも 4G のスマホでも使うことが可能です。おそらくここにある全ての端末で問題なくね、使用できると思います。ではね、 SIM を入れてみますが、ナノ SIM の場合にはアダプターが必要です。新規の SIM はマルチ SIM になっているので大丈夫なのですが、一度カットした場合にはアダプターを入れて使用します。3G のガラケーですが、 SIM を入れるだけでバッチリね、使用は可能。発着信と通話と SMS 専用となります。では次に au のベーショー。 SIM ロックを解除しているのでドコモ回線もね、使用は可能となります。こんな感じで認識しております。通信会社の APN を設定すればこんな感じで使用は可能です。私のメイン回線は楽天モバイルですが、各々環境も違うし使用条件も違うので、一概にこれがいいとは言いにくくて、ガラケーの受け専用で使うなら日本通信の290円 SIM、 最新スマホのヘビーユーザーで電波に問題がなければ楽天モバイル、 2GB とか 5GB で安定して使いたいなら日本通信か IIJ ミオ、スマホの2スロット目に入れるならポポ、ネット契約が分からず誰もサポートしてくれないなら OCN から変わったイルモ。こんな感じで人それぞれ条件は違うので検討してみるといいと思います。ちなみに毎月6800円かかっているプランを見直して、日本通信 SIM の合理的シンプル290を契約して、1ヶ月に10分の通話で220円かかると、290円足す220円で510円。
従来のプランと比べるとこんな感じ。1年間で 75,480 円お得となります。このプランが当てはまれば1ヶ月の料金で1年分使用できる計算です。極端かもしれませんが、本当無駄に払っている方が非常に多いので動画を作ってみた感じです。今回紹介した SIM のプランも一部分しか紹介していなくて、もっと自分に合うプランはあるかもしれないので調べてみるのもいいと思うし、安いプランを使ってみて調整していくのもね、いいかと思います。はい、こんな感じとなりますのでご参考になればと思います。動画の方は以上です。よろしければ高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。